こんにちは、出店販売部の二宮でございます。この度ボートショーに出店しますマンハッタン、サンシーカーのマンハッタン55、こちらのご案内をさせていただきます。こちらでございます。はい、エンジンがマンハッタン52から55に、モデルチェンジしたんですが、大きな違い、ここでの大きな違いはエンジンが D11 の725から D13 の800になりました。レイアウトも若干変わっております。あとで中ちょっとご覧いただけますので、はい、じゃあぜひ中の方へどうぞ。ギャレーがありまして、中入っていただくと、右手こちらですね、冷蔵庫が2段あります。でこちらが、冷凍庫になります。すごくスペース、容量は豊富です。あと入ってすぐ左手こちらにワインセラー、33本入ります。あ、それからじゃあこちらですね、こちらに来ていただくと、グラスがありまして、電磁調理器、それから、オーブンがこちらに、食洗機をご用意しております。あとこちらサンシーカーの、お皿、陶器類ですねのラックになっております。こちらの55インチのテレビを、つけております。でそれからこちらに、左手の方行きまして、U 字型のソファー、5、6人は U に座れるかなというソファーがございます。はい、で前の方行きますと、ヘルムシートですね。ヘルムシートもこれも、大人の方2人分が U に座っていただけるぐらいの、サイズ感はあります。前後にこのシートが電動で移動するようになります。はい、で、あとはガーミンの16インチのモニターが2つで、それから、ジョイスティック操作になってまして、スラスターもついてます。この船は IPS ではないんですが、スラスター連動のジョイスティックになっております。はい、ジョイスティックで、これがスラスター、バウスラスターとスタンスラスターになります。でそれからこちら、この、タッチパネルになってますが、ここで全部すべての、電子機器が制御できるようになってます。船内の調光、それから、水中ライトですとか、屋外のライト、足元灯ですとか、その他もろもろすべてがこちらで、完結します。例えばインテリア、これの調光もできます。ちょっとインテリアの調光をやってみますね。こういった形で、はい、調光もこれで、はい、全てタッチパネルで、操作できるようになっております。あとはエアコンですとか発電機のオンオフ、すべてこちらでコントロールできます。はい、でそれからじゃあ下の部屋に行きましょうか。こちらが、マスターキャビンになります。マスターキャビンは、クイーンサイズのベッドありまして、で右舷側の方には、対面式のコーヒーテーブルが真ん中にあって、シートが2つありますよと。ここはオプションでいろいろ変えられまして、
長ソファーですとかにもここは変更可能でございます。はい、ちょうどこの窓も結構大きくてですね、まあ右舷側見ていただけると分かるんですが、海面が見えるようになります。海を感じられるような、レイアウト設計になっております。ここもテレビが大型テレビ55インチをつけさせていただきました。照明なんかすごくこだわってますね。マンハッタン52からのモデルチェンジなんですけれども、大きな違いとして、まあ、結構照明、足元ですとかベッド脇のスポットライト、天井も含めてですね、この辺りの照明、割とサンシーカーは今回すごく気使ってますね。ブラインドの脇からの間接照明ですとか、この辺りすごくサンシーカー今気を使っておしゃれに仕上げてくれています。小さい照明にこだわっていて、この階段、サロンから降りてきて、オーナーズルームに入る時のこの足元っていうのは上のライト、こういったところにもすごい気を使って配慮しています。これがゲストバースです。これ以外に漏れず照明なんかにも気を使っていますし、まあお二人寝る分には十分なスペースかな。今回特筆すべき点としてはですね、FB の、ハードトップ仕様になっております。これですね。で、これ電動のサンルーフもついております。これも、全て開きます。すごく開放的な空間ですね。まあ、ご覧のように、運転席の前側にも大きな、クッションがありまして、もう大人の方でも十分にくつろげるスペースになっております。もう全然足伸ばしても全然余裕なぐらいです。ここ FB はもう10人以上のパーティーができるぐらいの豊富なスペースはご用意しておりますので、大人数で船でパーティーされる分にはすごくいい船だと思います。サロンの、ここにギャレーがありまして、FB のここにギャレーがありまして、電気のバーベキューコンロ、それからこちら右手が、製氷機、左手が、冷蔵庫になって、テーブルもじゃあ開いてみます。はい、すごく大きなテーブルです。はい、こちらが、マンハッタン55のエンジンルームになります。でエンジンは、ボルボの D13 800馬力の2機掛けになります。で、まあ、こちらが私の後ろ側が船首になりますので、まあ、こういう感じですね。で後ろ側に、ジャイロシーキーパー6がついております。でその右に発電機ここで、もう一回シーキーパージャイロここにあるっていうのを言ってもらっていいですか。はい、あ、そうだね、位置変わった方がいい。なるべく嘘だね。いいですか。
原式の、真ん中後ろ側に、シーキー、ジャイロシーキーパー6があります。で左舷側こちらに発電機17キロが1台1機あります。これはあのアジア仕様でエアコン増設してますので、サンシーカー社の方でエアコン増設、それから発電機の大型化、ここまでは、アップグレードさせております。エンジンルームはですね、まあこの通り私、170センチあるんですけど、全然普通に立てます、ね、で横幅もすごく広いです。作業性もすごくいいエンジンルームになってます、ね、この辺りも、サンシーカーマンハッタン55の特徴の一つではないでしょうか。こちらバウデッキです。バウデッキも、豊富なスペースがありますので、ここでもお酒飲んで、ね、楽しいマリーナライフを過ごしていただけるようなスペースかなというふうに考えております。この辺り、ビーチクラブパッケージというオプションがついております。オプションの一つとしましては、ガルーイングシャワーです。ここからシャワー、お湯、水が出ます。こちらにバーベキューコンロがあります。であとはこの、プラットフォームも油圧で、照光いたします。あとはこちらがですね、クルールーム仕様にもできます。今回は、ストアレージルーム仕様にしてますが、完全なちょっとロープだフェンダーだこの辺りをしまってカバー類ですとかそういうのをしまっておける豊富なスペースになってます、まあ、クルールームにできるぐらいのスペースがありますので、まあ人がもうあの大人の人1人2人寝れるぐらいの豊富なスペースがこの中にもあります。はい、こちら、マンハッタン52からの、変更事項としましてはこちらのサイドですね、こちら、ステンレス、それからカーボン、前回は全部これ FRP で真っ白だったんですけれども、今回カーボンで仕上げております。であとは、今回採用してみたんですが春カラーですね、映像で出てくれると嬉しいんですが、今回シルバーグレーという色を採用しております。メタリック調ではないです。ソリッドなカラーリングですけれども、ちょっと薄いグレー、青みがかってるって言えばいいのかな、そんな感じのグレーを今回は採用いたしました。以上、サンシーカーマンハッタン55の説明でございました。この、3月31日から、4日間横浜ベイサイドマリーナの方でこのマンハッタン55を展示したいと思っております。私二宮と、あとこちらにいます、田中営業担当として、2人でお待ち申し上げております。ぜひご来場ください。よろしくお願いします。